ピンポン。彼女、レンタルしてみたい。すればええやん。お疲れ。じゃあ彼女お願いします。待ち合わせは明日の10時に公園にて。おい、てめえ話聞けや、こら。クソ、人の話聞かずに帰りやがって。一言文句言ったる。あ、あかりちゃん。お前昨日は人の話聞かずに帰りやがって何した？おはよう。信者、違う。私彼氏。ん？なんやねん、その。なんや。いやいや、本日はあかりちゃんの彼氏らしく。男装してきました。男装ってのは体を男性にすることじゃねえんだよ。ったく、お客さんに頭突きしちゃダメですよね。デートの相手が異様なものとは思わなかったんだよ、ボケ。こらこら、あかりちゃんは今レンタル彼女なんですから、可愛い彼女を演じてください。え、可愛いってどんな感じや。うん、とりあえずあかりちゃんが自分で可愛いと思う感じで振る舞ってくれれば、きっとそれが一番可愛いと思いますから。そうか。じゃあ、いやーん、ゆかりさん、今日のデート、あかり楽しみー。キューピッチピーン。うまい。てめえ、しばかれてんか。きつすぎてくさ。もう一般通過、あかねてめえ。さて、どこ行くんや。デートならやっぱりロマンティックな場所に行きたいですよね。ちゃんとリサーチ済みですよ。おー、やるやん。ではまず行くぜ。カードショップ。バカかてめえは。え、デートって言ったら、カードショップで売りパカって、その場でデッキ組んで遊ぶものでしょ。その偏った知識はどこで手に入れたんだよ。普通のおしゃれなカフェとか映画とかウィンドウショッピングとかが普通やないんか。初デートはラーメン二郎に行きたい。どこでも行ってねえわ。バカかお前。初デートでラーメン二郎行ったらお相手ドン引き野郎がちっとは考え。ジロー行くぞ、こら。肉野菜からめ油少なめで全マシマシで。デート初っ端からジローは重いですね。確かに10分の1くらいは満たされた気分や。やだ、この彼女怖すぎる。じゃあお腹も満たされたところで、普通のデートっぽいことするぞ。映画鑑賞。スタバで休憩。じゃあ私は席取ってるので、注文をのしゃす。キャラメルフラペチーノグランデサイズで、あとカード渡しとくので使ってください。はあ。ご注文はどうなさいますか。あ、フラペチーノのゲレンデサイズを一つ。あ、グランデサイズですね、かしこまりました。はい。お支払いはいかがいたしますか。あ、現金で、あとカードもあります。支払いはどちらで。あ、ポイントで支払いとかできるんですか。現金で、とにかく何かあればすべて現金で対応します。はい、ありがとうございます。冬になったら一緒にフラペチーノのゲレンデ行こうね。クッソ腹立つ。公園で散歩。いやー、晴れてて気持ちいいですね。ほら、ワンちゃんも楽しそうに散歩してますよ。かわいいし、目を合わせちゃいけません。いやー、楽しかったですね。せやな。今日はありがとうございました。レンタル彼女のおかげで楽しい休日が過ごせました。なんや急に。こちら代金です。いや、受け取れんて。大丈夫です、私の気持ちですから受け取ってください。いや、でも子供金貢献。お前それ本当の店でやんなよ。てか別にお礼とかええねん。え、今日はそのあれや、ただ友達と遊んだだけだから、そのお金とかお礼とかそういうの別にいらないっていうか。あかりちゃん、すみません。うわー、びっくりした。葵ちゃん、こんなところで会うなんて奇遇やな。そうですね、奇遇ですね。で、どうしたんや。あ、いや、ほんとすごい良い雰囲気のところ申し訳ないんですが、これは。いや、ほら、全然匂いが気になるとかではなくて、やっぱりデートってエチケットも大事っていうか、一つ持ってると安心するっていう部分もあるっていうか、お二人ともいつもはいい匂いではあるんですけど、今は食欲をそそる匂いを出しているというか。葵、おう、お前らもおったか、おっす。で、なんかここニンニク臭。あ、なんでり。で、二人はなんでここにおるんや。え、それはたまたま姉とか二人を尾行して、写真いっぱい撮りたいって葵が。おう。姉のお宅です。おい、逃げたぞ。